みなさまこんにちは。杉山すかです。今日は第十三章。V. D. N. V. D. L. and BANDPRIM 头脑。すべ、まあ、て横文字で書いてありますが。の章をお勉強していきましょう。この章はフランス全土にまたがる。 まず VDN と VDL というのが主成強化ワインですね。バンドゥーナチュレルとバンドリキュール。この主成強化ワインの AOC とさらにバンドプリムールということで、プリムールがフランス語で新しいという意味なんですが、フランス全土にまたがる新種の AOC の生産可能色についてもお勉強していきます。まず VDN、VDL。 主成強化ワインどうやって作るのというところから見ていきましょう。テキスト118ページのフランスの VDN、VDL というところを見てください。まず、バンドゥナチュレル。日本語に訳すと天然甘口ワインとなりますが、これはアルコール発酵中のブドウ果汁にブランデーなどのアルコールを添加して、 ワイン酵母の活動及びアルコール発酵を止めて、まあ、この止める作業のことをブランで、まあ、高いアルコール度数のものを足して止める作業のことをミュタージュというのですがそして作る天然甘口ワインとなっています天然の糖分がワインの中に多く残留することになって甘口に仕上がりますでは バンドリキュールは、これ日本語に訳すとリキュールワインと、まあ、シンプルになりますが、アルコール未発酵、一部発酵中の場合もあるのですが、基本的にはアルコール未発酵のブドウ果汁にブランデーなどのアルコールを添加して、アルコール発酵もさせないまんまですね。要は、ブドウジュースにブランデーを添加して、 タルマタはタンクにて熟成させて作られる甘口ワインとなっていますこのバンドゥーナチュレルとバンドリキュールですが共に主精強化ワインに分類され添加するものは地方によって異なりオードビーやマールあとコニャックアルマニャックだったりしますでは次に VDN のアペラシオンについて見ていきましょう ルーション地方はフランス全体で VDN のアペラシオンの数と生産量が最も多い地方となっています。皆さん、ここ要チェックです。あと、尾行のところで品種を書いているのですが、その品種の中でミュスカープティグランとグルナッシュが出てきますが、ミュスカープティグランは黒白ブドグルナッシュは 黒、グリ、白ぶどうがあるので、以下の AOC の一覧表の中では、生産可能色により、それらをブレンドして作られている場合があるということを皆さんチェックしておいてください。では最初、ローヌ地方から。ローヌ地方の VDN の AOC としては、ミュスカド・ボームド・ブニーズが最初。 これは生産可能色が赤ロゼ白3色で赤ロゼ白ともミュスカープティグランのブレンドとなっていますもう一つローヌ地方の AOC ラストが挙げられますラストも生産可能色赤ロゼ白の3色で赤ロゼ白ともグルナッシュのブレンドとなっていますもう一つ注意すべきは ラストはスティルワインの AOC もありますスティルワインの AOC は生産可能色が赤のみ一つだけですね一色だけだよというのも皆さんチェックしておきましょうまたこのラストのところにラストランシオラストオルダージュと下に書いてありますこの米印1と米印2を 次のページの表の一番下のところで見ていきましょう。まず、ランシオですが、ランシオとは太陽にさらした樽、もしくは瓶の中で長期熟成させ、酸化作用により特有の色と風味を持つようになったワインとその香りを意味します。このランシオ香、ランシオとついているものはランシオ香がするという表現をするのですが、 コウはシリーやマデイラまた長期熟成を経たアルマニアックなどに感じ取ることができますなのでえ基本の AOC としては AC ラストなんですがえランシオとついている場合次のラ,ラストにオルダージュとついている場合もありますオルダージュと書けるのはラベル2最低でも収穫から5年後の 9月1日まで熟成させたものとなります。そこまでそれ以上の熟成をしたものに関しては、ラストオルダージュと、まあ、オルダージュというのが付記できるようとなっています。他の AOC の表のところでも、卵子を〜何々卵子を〜何々オルダージュとあるのはすべて同じ意味です。では、次にコルスの VDN の AOC を見てみましょう。ミュスカ・デュ・カップ・コルスという一つ AOC があります。これは生産可能色白のみで、白なので、ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン100%となっています。このまあブランというのが白だよということで、皆さんチェックしておいてください。では次のページ。ラングドックの VDN の AOC ですが、まあ、エローケンに位置しています。まず最初ミュスカド・ルネル、次がミュスカド・ミルバル。この2つですが、まあ、ミュスカとついているので白かなとは思いやすいと思います。ただし、えー、ミュスカとついていてもローヌの、えー、一番最初に出てきたミュスカド・ボームドボニーズ、 これはミュスカアプティグランの中でもブレンドがされています。黒ぶどう、白ぶどうのブレンドなので赤、ロゼ、白。まあそれぞれ生産可能色によってブレンドが違うよと。まあ白の場合はミュスカ、ブランアプティグランで作られているんですが、このこっち側、ミュスカド・ルネルとミュスカド・ミルバルに関しては、 ミュスカブランアプティグラン100%で、まあ、白ブドウ100%のみで作っている白のみ生産可能な AOCVDN の AOC となっているよとこのように見ていきますそして次のフロンティニャンなんですがこれだけ唯一他と違う AOC の特徴があるのですねそれが何かというとこのフロンティニャンは VDN の AOC でもあり VDL も生産可能なんですね。バンドゥナチュレルとバンドリキュール両方生産している AOC というのはフランス全土の中でこのフロンティニャン1つのみです。